ちは。愛知県名古屋市を拠点として、大阪、それから東京、宮城、今日は北海道からも来ております。はい、東京ということで、ね、アクセスもよく集まりやすかったので、たくさんの踊り子で、フジテレビの前で楽しく踊りたいと思います。ヤイローという名前知ってる方っていらっしゃいますか？いました。ありがとうございます。知らない方もぜひ、お年寄り限りのチームにはなるんですけれども、ぜひ覚えていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。ヤイロ流予測その先、夢見花。Ah.